こんにちは、おみチャンネルです。今日はですね、まあいろいろネットにも出てますけども、じゃあ4年後のワールドカップに向けて日本協会はどういう打ち出しをしてくるのかと。まあ協会育成のことも前回言いましたけど、それにはやっぱり指針となる、リーダーが必要となるわけで、まあ、つまり監督ですけども、監督以下スタッフがどんな構成になるのか、まあこれによってこの4年間が随分変わってくると思うので、そんなことで質問も受けながら話を進めようかなと思ってます。いいですね。いろいろ出てますけどね、候補はね。はい、お店さん的に言ったらどうなんでしょうね。今回西野さんが上がった後どういうふうにやっぱり考えてますかね。まあ西野の続投っていう可能性もありながら喋りますけど、私はサッカー界で長くいた、今もいるのかもしれないけど、その中の人間としてちょっと別な意見持ってました。別なというか、日本サッカー界がもっと盛り上がるために本当に底辺、それから女性も含めた、その大げさに言えば日本国民に対してどういうメッセージを持った人を選んでいった方がいいのかって言った時に、おそらく海外からであれば誰でもが知ってそうな有名人で、もちろん中身は問われるわけですけども、それも例えば優勝経験のある人間とか、当然それはその人のギャランティーまで考えたらとてつもない金額になるのかもしれないけども、そういう人を一回モデルにしてスタッフに日本人をしっかりつけて、それでやっていくという、あの人なら知ってる、何年前の、十何年前のあのワールドカップでこういう活躍した人という選手の時にもある程度メンバリューもあった、まあいわばハリロージッチ、昔いいフォワードだったって言っても誰も知りません、アギーレ、それも知りません、もうちょっと有名な人物で資質を持った男というのが次の監督に僕は一番向いてると。日本サッカー界の人気のためにも維持するためにも、これ以上に持っていくためにも、次はすぐ日本人監督にしなくてもいいと。なるほど。ということは外人監督の方がいいと。もう私が考えるのはそれが一番日本協会にとっても日本にとっても一番もしかしたらいいかもしれない。なるほど、ね、でも呼んでくるからには相当なネームバリューのある人に絞った方がいいと。今いろんなニュース出てますけど、このベンゲルさんですとか、ここ最近ライカーチョさんですとか、昨日のニュースではクリンスマンですとか、いろんなニュース出てますけど、まあどうなんでしょうね、この3人の候補の中では。まあでも今出た3人はもう絶対的に成功経験者なので、監督って全勝してるわけじゃないんで、誰を選んでも、でもやっぱりその成功体験っていうのはもう今までの中では全然違うと思うので、今の3人の中でくじ引きで決めてもいいと思います。くじ引きで、はい、なるほどね。まあ日本のサッカーに合った指導者がいいのか、それから外人の方が、まあ、ワールドカップ経験者、優勝した監督がいいのか、どっちなんでしょうね。まあ選手が言うこと聞かないような人じゃ困るし、かといって親近感の、まあ、それこそコミュニケーション不足なんていう話も出たけども、そういうところもベテランの監督たちっていうのは絶対にそれ持ってますから。なるほど。でましてやワールドカップとかそういうものをもう自分の生活文化の中に持ってる男なんで、そういう人間が絶対必要だと。仮に日本人で行くんだという意見の人たちもまあ多々いると思いますけど、もしそれをやるんであれば、もうワールドカップに何回も日本は連続して出てきて、そのワールドカップという本番の味を知った男の中から選んだ方がいいと思います。ってことは限られますよね。まあでももう数人引退してる人間もいるし、まあとりあえず若くたって経験者の方が俺はいいと思いますね。なるほどね。そういう意味合いですね。はい、なるほど。そこはだから、年齢とかっていうのも多少あるかもしれないけど、決める判断材料としてはもうワールドカップ経験者
日本人であえて行くんだよあれば、うん、もう、まあ、そういう発想で行ったらどうかなと思いますけどね。まあね、はい、まあでもあれですよね、来年1月にはもう UAE でアジアカップやりますからね、はい、まあどういうふうに、まあいつもいつも集められるわけじゃないから、うん、代表チームっていうのは、うんうん、実は実動時間って計算してみると案外少ないんで、うん、4年なんていうのは、うん、費やす時間はあっという間ですよ、うん、そうですね。まあ整理すれば外国のそういう人物の中から、または日本人だったらワールドカップ経験者、もうそこに絞った方がいいと思います。なるほどね。尾身さんが評価する日本人のワールドカップ経験者の指導者って誰がいいかなってありますかね。ないです、はい、今のところないです。今のところない、はい、ということはその外人3人の候補の中は全てはいいと、その3人はいくらギャランティーかかるのか分かりませんけども、まあ、最近ワールドカップ経験者が、うん、若い人がテレビでの解説とかに出てくるけど、はい、あんまりいいこと言ってないんであんまり信用してない。なるほど、なるほど、ということはちょっとまたあれですね、まあごたごたする可能性もありますね。まあこういう人事は、うん、いろいろな意見がまた出るので、うん、日本協会のどっしりした姿勢がまず大事ですね、うん、まあ、最終的には田島会長が決めるみたいですけどね、はい、うん、まあ、技術委員会のメンバーがどういうふうな候補を出すか、西野さんに対する評価をどういうふうに評価するかですよね。まあ、今僕みたいにこうはっきり基準言っちゃえば、うん、日本協会だってそう文句言われないで済むと思う。まあ確かにそうですね。まあ、今自分が言ったことは自分で言って自分で正論だって言っちゃいけないんだけど、うん、ある程度分かりやすいと思うんですよ。なるほど。スタンダードはっきりすれば、うんうんうん、まあそういう打ち出し方してくれると願ってます。いやー、難しいですこれね。もう少しなんかこうオープンになんかこうそういうのができないかなと思ってるんですよね。そうね、いろんな組織があるけど日本人に対してあんまりコメント出さないよね、サッカー協会ってね。なんかだからその辺がサッカー協会はそう思ってんだっていうものを皆さんが分からないことが多すぎる。なんかちょっとスポーツ違いますけど、柔道レベルなんていうのはマスコミ呼んでないからそういう話するみたいですね。ある意味まあそういうのはルールがあってやっぱりガラス張りにしてるみたいですけど、なんかそういうのがね、サッカー協会にあれば、まあ、ガタガタせずにいいとは思うんですよね。まあサッカー協会は別な意味で言うとあんまり汚いことが起きない立派な組織なんで、あえてガラス張りなんて言わなくてもいいと思うんですけど、ね、じゃあ本日の、はい、尾身さんの〇〇に物申す、お願いします。物申す、物申すといえば今まで僕が喋ったことと若干の矛盾はありますが、私を監督にしてコーチにラモスと松木を置いて1試合負けたらクビっていうのはどうですか。こういうギャンブルもいいと思いますよ、うん、はい、重要なゴールキーパーコーチは重要ですよね。ゴールキーパーコーチは菊池新吉にします。フィジカルコーチは、フィジカルコーチは体力のあるやつ。なるほど、どうでしょう、はい、ありがとうございます。